ことはできないと思いますが、生産性発言を撤回謝罪しますか、それとも政務官を辞任されますか。ご指摘の機構におきまして、生産性という不用意な表現を用いるなどしたこと、また拙い表現によって結果として不快と感じたり傷ついたりしたことがいらっしゃることにつきましては大変重く受け止めております。ただ当時からですね、その機構につきましては多様性を尊重することは当然のことだと認識していること、そして当事者の方々の人権を否定するつもりも偏見を持って差別する意図も一切ないこと、そして LGBT の方々への理解増進はもとより差別やいじめのない社会に向けて努力してまいることなどの見解、これ4年前なんですけれども、4年前からそのようなことをしっかりと表明をいたしまして、現在も今申し上げた認識でございまして、それに向けて努力をしてきているところでございます。結局謝罪も撤回もなかったんですけれども、それが人々を傷つけている、そして人々を傷つけ続けたままこの重い任務に当たるということは適当でないと思いますが、再度伺います。撤回謝罪をされますか、それとも政務官辞任なさいますか。繰り返しになりますが、そういった配慮を書いた表現を反省し、理解を深め、差別のない社会、暮らしやすい社会の実現のためにこれまで努力をしてまいりましたので、今後ともそういう努力を持ってお答えしてまいりたいというふうに思っております。これではこれを答弁を聞いている方は納得できないと思います。しかしもうそのご姿勢のままされるということであれば、やはりこれは、任命責任にも通じるものがあるなというふうに私は感じさせていただきました。